とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は、アイテムまた、いっぱいいっぱいになりました。古代狩りやっていきましょう。さあ、前回の古代狩りはね、めちゃくちゃ美味しかったんだけども、今回は、どうでしょう。一周に6体とか出てきてくれれば、もう本当に最高なんだけどね。どうだろうかね。あれは結構稀だと思うんだけども、行ってみましょう。よし、いいよ。一周目でいきなりやった。でも、ちょっと残念なことに、チェストが25個なんだよね。25個っていうことは、ちょっと少なめだと思う。やっば、いきなりやばい、いきなりやばい、やばい、やばい、危ねえ、危ねえ。いきなり危ねえよ。よし。こういうところで戦わないとね。外れ、雪の弓。おお、立て続けにもう一個来た。風ひげ。でもこの後が続かないような気もするんだよね。やっぱりね、11とか12ぐらいがね、一番いいと思うんだ。これぐらいだったらね、めちゃくちゃ出てきてくれるんだけど。よーし、外れ。相変わらず外れ多いな。ユニーク、せめてね、3周して、5個くらいは出てほしいんだけどね。え、もう1回来たぞ。まさか25で、古代人3体出てくるとは思わんかったね。お、これラッキーラッキー。じゃあ、ノーマル？運がないなぁ。いや、3回出たのは良かったんだけどね。1周目、おしまいでーす。さあ見てみましょう。どうだろうね。まあまあ3体出てきてはくれたものの、いまいちだったね。こだま、お、ああ惜しい、惜しいな。クールダウンついてるんだけども、その他のやつがちょっと厳しいな。クールダウンと浮遊攻撃あんのよ。なんで、黄金と真ん中どっちかに、アーティファクトチャージかロールチャージあれば最高だったんだけどな。いや、惜しい惜しい惜しい。次行きましょう。よろしくないな。スライサー、レッドスネーク。はい、次。反逆者。雷フォーカス2か。まあ、エンチャントはそこまで悪くはないんだけども、使わないね。失われた魂の棒いりません。全部ノーマルか。いらないね。2周目行こう。よっしゃ。どうだろうか。冬の指先出てきてくれれば嬉しい。やっぱあれはね、魅力的なんだよね。冬の指先はね、すごい魅力的。頼むよ。全然ダメだ。なんかダメ。あ、出た出た。フロストアーマーかい。まあまあ 35% 軽減はついてるから、そこそこ強いか。エンチャ次第だね。2周目終わり、1体だけだったか。21個だったからね、チェストが。もうちょっと出るかなと思いきや、ちょっと出が悪かった。ソウルダンサー、いらないね。いらない。次。英雄どうだ？いらないな。いや、クールダウンだったらまあまだ、あ、いやいや、ポーションバリア欲しいか。英雄は。そうね。ポーションバリアで本領発揮するやつだからね。ちょっといりません。メイス。メイス一番いらない。入らんのか。シールドストライクに、衝撃波、リフレッシュ。いやいや、よくないよくない。よろしくない。これクールダウンショット2がついてるか。2だったらいらないな。1秒軽減か。1.5 秒じゃないとね。はい、3周目行こう。来たね。3周目絶対来ないと思ったのよ。34か。34は来ないね。
まあまあ1体だけ来てくれました。どうだろう。あ、ちょっと待って、やばい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 、もう思った捕まったらもう終わりだね、ここは。よし、ちょっと待てって。おー、きつい、きつい。え、こんなきつかったっけ。倒した倒した。ちょっと待って、あー、ちょっと待って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 よ。まあまあいいよ、どうせゴールのすぐ近くだしね。おい、ちょっとちょっと、よし、2人とも外れか。行きましょう。もうあとは下にもう1個あって、すぐクリアだからね。3周目おしまい。まあ1個出てきたクレーターだけまだマシか。行きましょう。外れ。次、キツネ、影化中に魂。いや、いらないな。いらないな。ダメだね。フレイル。いやー、全然いいのが出てくれないな。ダメだ。ダメだ。今日は外れか。見てみましょう。バトルローブ。ああ、雷フォーカス。で、デスバーター、ダンブルビー。いやー、よくないな。普通のやつです。エメラルド。いらない。ノーマル品だからね。まずいらないんだ。雪の弓、使えません。登山は、ダメ。最後行こう。ユニーク、来い。変更2か。変更2、ロールチャージ、デスバーター。いやー、何に使うこれ。いやー、いらないな。必要ありません。厳しかったな、今回。あ、でも、金塊が1万2000個、溜まったね。めちゃくちゃ溜まったな。1万2000か。めちゃくちゃあるようになってきたな。エメラルドもすごいあるしね。エメラルドも2万7000。いや、27万か。すごいね。はい。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。